皆様、本日の放流、誠に感謝いたします。熊本県民、オシロスコープ風池畑 VTuber のコープ成功率でございます。本日も一つ、SCP オブジェクトを紹介してまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします。SCP-154JP、地酒、オブジェクトクラス、セーフ。SCP-154JP は、日本酒の空き瓶でございます。雑に地酒と書かれた紙が、これまた雑にセロハンテープで貼られています。なぜか剥がせません。これの異常性は、これを直接視認すると起こるわけでございますが、わかりやすいでしょうから、実際に私が見てみましょうか。さて、こってよかですかね。コギャン風にコンビンバミット方言で喋ることになります。もっと詳しく言うとですね、今まで一ちゃん住んどった期間の長がとこの言葉でしゃべりきらんこつなんですね。バッテン、こん字幕ばみっとしゃべわかうこつ。文章ば書くつなら普通に書くことなんです。1ヶ月ばか経つなら元に戻るです。1ヶ月経たんと戻らんとのこれ。あ、これ聞いとらんもん。待ってんな。こん SCP-154JP な、もう一丁異常性なとです。SCP-154JP な、不定期に活性化がしてから、中に静止バスでセットです。コッパ飲むなら、話す、書く、のどっちでじゃ出身地に言葉を使うことになって、日本の標準語ば使うことになる。出身地に言葉、縄を使うことになる、ってことになってです。こっちな記憶処理場所たっちゃ元の戻らんことですね。ここまで知ってから飲むわけだから。